今日はクリスマス。サタデーステーションからスペシャルなお届け物です。番組ではフィンランド北部のサンタクロース村を取材。さらに日本のお友達の皆さん、こんにちは。北フィンランドの北極圏のサンタクロースちゃんよ。今回特別にサンタクロースを独自取材。コロナ禍で迎える2度目のクリスマス、どんな言葉を私たちに送ってくれるのでしょうか。首都ヘルシンキから飛行機でおよそ1時間半。ここは北極線上に位置する町、ロバニエミ市。ここが北極圏の境です。サンタクロースのホームタウンとして公認されている市内には、サンタクロースに会える村などがあり、年間50万人もの観光客が訪れているといいます。クリスマス直前の郵便局を訪ねてみると、すごいでしょう、たくさん届いています。この郵便局には年間50万通もの手紙が世界中からサンタクロース宛てに届くそうです。中にはもちろん日本からの手紙も。日本からの手紙は心のこもった手紙ばかりです。いつも素敵で可愛いです。もう少し褒めていいですか。日本から届いた手紙の住所はいつも正確なんです。皆さん、可愛い手紙をどうもありがとう。そしていよいよある場所へ。暗い道を進んだ先にいたのは、日本のお友達の皆さん、こんにちは。北フィンランドの北極圏のサンタクロースちゃんよ。今年も世界中の子どもたちからいろいろなプレゼントのお願いが届きました。しかし最近はもっと家族や友人と時間を過ごしたいという願いが増えていることもまた事実です。このパンデミックはまだしばらく続きそうです。この2年間はきっとみんなにとって長く感じられたことでしょう。私は世界の幸せ、そして子どもたちのことを心配しています。想像できますか。6歳の子どもたちにとっては人生の3分の1がパンデミックでの生活だったのです。しかし皆様に素晴らしいニュースがあります。それはクリスマスは中止にはならないということ。もちろん感染対策には従う必要がありますが、1年のとっておきのひとときの邪魔はさせません。クリスマスの日だけは困難を忘れ、善意と幸福のひとときになるべきなのです。クリスマスは助け合いの精神の日でもあります。コロナ禍の大変な時期だからこそ、心から助けの手を差し伸べることがとても重要なのです。今年のクリスマスが全ての子どもたちの大事な思い出になるよう、私はこれまで頑張ってきました。年なのでテクノロジーはさっぱりですが、エレフたちに手伝ってもらいながらオンラインで世界中の子どもたちの願いも聞きました。かつての子どもたちはこの思い出を胸に大人になり、いずれは自分の子どもたち、孫たちとこの日を祝うでしょう。この取材から数日後、世界中にプレゼントを届けるため、サンタクロースはトナカイに乗って旅立っていきました。世界中を旅した後、25日にはフィンランドへ戻ってきます。
皆様がこのインタビューを見ている頃にはここで仲間たちとクリスマスを祝っているでしょう。一年中準備して頑張ってきたサンタチームは今頃特別な夜を過ごしているはずです。私は皆様がとてもとても大好きです。幸せなクリスマスを共に祝いましょう。Full of happiness and joy. And wishing a very merry happy Christmas.